11月1日発売の GQ ジャパン12月号の特別表紙版にナンバーアンダーバーアイの神宮寺勇太が登場。デニムを学ぶ旅として世界が注目する瀬戸内のデニム製造工場を訪問。本誌では大好きなデニムのルーツに向き合う中で自身の近況についても語っている。神宮寺は今年7月7日に平野翔と共に 2B への加入を発表。 SNS アカウントを開設したほか、10月15日には新たに加入した岸優太を迎え、平野も含めた3人で、ナンバーアンダーバーアイを結成。グループ活動を始動させた。10月30日には、自身のインスタグラムで、26歳になりました、と26歳の誕生日を迎えたことを報告。シャープ神宮寺優太生誕祭2023のハッシュタグについても触れ、 いつも盛り上げてくれて本当にありがとう、とファンにお礼を伝えた上で、気持ちを直接伝えられる喜びも綴っていた。同ハッシュタグは、X、Q、Twitter、の世界トレンドで1位を獲得するなど、自身の誕生日にめでたいことが重なった。そんな10月30日は、神宮寺が芸能界入りした日でもある。先輩グループのバックダンサーや、2012年にはドラマに初出演し、 その後はドラマに映画、舞台、さらにバラエティ番組では MC を担当するなど、幅広い活動を続けてきた。2012年放送のドラマ、スプラウト、日本テレビ系、で演じた片桐公役では、サッカー好きのあどけない少年役を演じた。そこから10年の月日を経て、2022年4月期放送の、受付の女王、日本テレビ系、ではドラマ単独初主演を飾った。 演じた白匠役では、キリッとした一面もあれば、自宅に帰ると犬のぬいぐるみ、ちくわを抱きしめる愛らしさも。その他にも舞台や映画で経験を積み、芝居の幅を広げ、着実に成長する姿を目にしてきた。これまで様々な番組を通して、表舞台の裏側を切り取ったドキュメンタリー映像を見てきたが、一つ印象に残っていることがある。深夜のバラエティ番組、ガムシャラ。 テレビ朝日系でのこと、チームに分かれてパフォーマンス対決を行う企画で、一人で練習に励むチームメンバーに神宮寺がさりげなく声をかけて、一緒に練習をする姿があった。それはグループ結成後も変わらずだった。ライドオンタイム、富士テレビ系では、メンバーが抱えるものを一緒に背負い、静かにサポートしてきたことが明かされた。またレッスンに没頭するメンバーに、 彼がセコンドからタオルを投げるようにして休憩を促す姿も。神宮寺はかねてからライブ演出を担当するなど、ステージを作る裏方としての仕事も担ってきた。表に出ながらも、多くの人には見えない色々な場面や周囲の人々を支えていた。周囲のみならず全体を見る冷静さと観察眼、包容力を合わせ持つ。長らく、国民的彼氏。 として親しまれてきた神宮寺らしい懐の深さが伺える。今回表紙を飾った GQ ジャパンではデニムのバックポケットの縫い付けを体験した。一連の工程を終えて神宮寺が語ったのは人の手、職人への一歩踏み込んだリスペクトとこれまた神宮寺ならではの視点だった。そして今回からレッスンを再開したことも語った。 フルに自分のことだけを語る場面ではなかったものの言葉の端々からは先を見据えて客観性を持ちながら自身の夢を重ね彼が挑もうとするビジョンの一端がうかがえた激動とも呼べる2023年誰にも平等に流れる時間を使って彼らがどんな世界を打ち出すのか将来ヴィンテージのようになったらと語ったように彼らが手がけるアイテムを手にする日を待ちたい